ゲロは胃腸を救う。いや、救えないよ。吐かない方がええんよ。なるべく。吐かないことに越したことはないや。うん。頑張って吐かないようにします。胃酸がね、喉を焼いてしまうからね。受け止めますよ。それもゲロが好きな人になってない？推しでもゲロは受け止めたくないかも。例えば僕、ヤクモベニの声とかめっちゃ好きで、ヤクモベニの何でも受け止めてあげたいって言いたいけど、ちょっとゲロはちょっと NG かも。ベニタソの、さすがにゲロは、ちょっと袋にしようかな。解放は全然してあげたい。大崎ベロベロに酔っちゃったら。袋を持ってってあげる。手は突っ込めないかも。未だに覚えてる僕。A ちゃんちょっともう記憶定かじゃなくなったけど、僕は衝撃的すぎて覚えてる。 A ちゃんが僕が吐きそうになった時、お酒に酔って手突っ込もうとしたこと、僕はあれを忘れない。本当にホロライブが始まった最初期の頃、 A ちゃん忘れてるらしいからな。あれマジで僕にとってはクソ衝撃的だったのに、初めてだよ手突っ込むっていうの。焦ったもん。そうだ、それこそクリスマスなんだけど、クリスマスぐらいの時、なぜか、わためとういままと遊んだんよね。あの、声が似てる二人に挟まれて、遊んだ。わためとロボちゃんに会いました、実は。あの、食中毒になる前になりました。いや、ロボちゃん、私めちゃくちゃ久しぶりになったわ。2、3年ぶりぐらいに会ったかもしれない。わためロボに会った。わためロボではない。これでいいか？わためロボになっちゃう。あったんですよ。強そう。わためロボ勝手にビーム打ちそうで怖いな。いや全然生身でも打つか。わためロボに会ったんですけれども、あの改めて会って、あの本当にボタンの配信は大変あのご迷惑をおかけしましたと謝罪をして、わためファンもって言ってて可愛いなって思いました。ロボちゃんはね、久々に会ったけれど全くお変わりなく相変わらず可愛い女でした。声に似てる二人に挟まれて食事行って、いやマジ声は似てるんだよ。もうさすがの僕ぐらいになると一瞬でわかるんだけど、でもあのお酒飲んだらわかんなくなるなって感じの二人ね。本当にご飯食べに行って、でその時ちょっとポンして何時間制だったの忘れてて、で思ったより早くご飯終わっちゃったから珍しくカラオケ行ったのよ。珍しくカラオケに行きまして、僕たち。そこで、ウイに、ロリガミを歌わせたっていう。ウイにロリガミを歌わせたんだけど、でも、あの、ビーム打ってくれなくて、ビーム打ってくれないときは、渡部がビーム打ってくれて、でも渡部がめっちゃ意気揚々とウイビームってノリノリで打ってる中、隣見たらなんかウイが超真顔でこっち見てんのよ。めっちゃ真顔でめっちゃ真顔で見てて、毎回そのシーンだけめちゃめちゃ怖いんだけど、めちゃめちゃシュールでめちゃめちゃ面白かったそう、渡部めっちゃノリノリで笑顔なのに、隣見たらめっちゃ真顔なのめちゃめちゃ面白かったね。いやいやしながらね、歌ってくれたのめっちゃ面白かったし、なんかカラオケのさ、なんか宣伝みたいなのあるじゃん。なんかライブ映像が流れてるみたいな。あれがさ、めちゃめちゃさ、一回、渡部の声に似てる人がいて、え、待って、渡部流れたって思ったら全然知らん人なの。歌い方の語尾感が似てたのかな、渡部に。めっちゃ脳がバグって、歌はなんか、ウイと渡部は結構違うから分かりやすいんだけど、そのライブ映像の人が渡部の歌声にめっちゃ聞こえて、もうね、脳がバグったよ。脳がバグりながら僕はカラオケを堪能してた。エンジョイしてたわ。カラオケを久々に。懐かしかったね。全然 VTuber さんとかじゃない人だったね。同じ声が3人いっぱいいる。僕もなるしかなかったかもしれない。また追い空間でしたね。戦え。ウイビーム似ないのよ。うん。こんぱんドドドーって。語尾が僕になっちゃうんだよね。